試合始まる1日目の朝一、もう朝一から見に行ったんですけど、もうすごいセカンドからばれて、結構朝からでかいの来てて、もう2ヒート目やったんで速攻準備して、同じヒートのマット・メオラとかカラグレイスとかと一応挨拶して、やっぱ最初は海の中でも結構緊張しましたね。ここで決めないとなっていうプレッシャーがすごくあったっすけど、まあ結果波来ずノーライドで終了して、いやもうでもちっちゃい波乗っても仕方ないなと思ってて、狙ってる波がすごい波じゃないとやっぱり点も出ないし、まあ、みんな認めてくれないんで、まあ、そこはずっと自分の乗りたい波を待ってたって感じですね。精神状態は逆に落ち着いたっすね。そのプレッシャーがなんか溶けたというか、もう次は開き直って、もう突っ込むしかないなみたいな、もう次はいっぱい、もうなんかもう崖のギリギリにいるみたいな唯一招待された日本人がみたいな。で2日目は最初からまあちょろちょろちっちゃかったっすけど、まあ、いい波乗れて十分抜けれて、それで何点やったんや、15点ぐらいついて、でその後にあと1本やばいの抜けようと思ってずっと待ってたっすけど、まあ、なかなか来なくて、しかもノープライオリティで、やっぱローカルのカラグレースとかにはやっぱり波取れないので、もうそこは譲りつつ、そしたら、まあ、1本っすけどスピッツアウトで抜けれてたのがあって、まあ、それはめちゃくちゃそのもう狙い通りって感じでしたね。そのもうカラグレイスとマット・ミオラが沖にいて、まあ、そこからじゃ引っかからないだろうと思って、インサイド漕いで、で乗れてみたいな感じで抜けれてたっすけど、まあ、後から金ちゃんとかから言われたのは、あそこで抜けた後にエアしとけばみたいな、もっと点数高かったのにと思って、あそうやったみたいな、あれエアも点数入るんで、それちょっとやらかしたなと思ったんですけど、結果11位で終わったんですけど、まあその自分のその初パイプラインの試合って感じでは、まあいい結果が残せれたんじゃないかなとは思ってますね。まあそのメンツがメンツなんで、みんなも本当にすごい人らばっかなんで、俺だけ多分一番知名度低いんじゃないかなっていうぐらいすごい人らばっかやったんで、よかったっすね。その中で11位になれたことは、チャンスあったらもちろん出たいっすね。もっとやばいの決めてファイナルいけるぐらいになりたいですね。まあ、唯一日本人で一人だけ選ばれたのは、なんで僕も選ばれたのかなと思って、そのスタブからインスタの DM で直接メッセージが来て、それでバンズパイプライン招待したいみたいな、でそっからまあごちゃごちゃ、僕も英語全然わかんないんで、翻訳しながら適当に分かったありがとうみたいな、もちろん出たいぜみたいな感じで返して、でそれでなんとか招待選手になったみたいな、認められたって感じですかね。チョープーとかプエルト・エスコンディードとかハワイとかで、まあ、何本か残せたのがあって、やっぱそれを見てくれてたのかなと思って、それで招待選手に入れようと思ってくれたのかなとは思いますね、僕は。